だからアニソンでもうちらとかオーディなんかどっちかというとゲームソングとかが好きな方や、うん、でゲームソングって逆でもう絶対賛否両論分かれるだろうけど、うん、ガツンとした味付けの曲の方のが好まれるんよ、うん、コトコさんの曲とかさ、はい、うん、どっちかに洋曲タイプ振るやん、うん、コトコさんって、はい、そう電波の曲に振る時もあるし、バルドシリーズとかあっちの方になったらね、うん、あっちの方にも来るし、メッセージ性をすっげえ強く持たせるっていう傾向がある曲が、を好む中で言うと真逆だよね。今どうなってんだろうね。やっぱりアニソンってもう一般曲と境目なくなってない？なくなってきたよね、本当に、うん、逆に言うと新しいアニソンシンガーっていうのはもう生まれてこないかもしれないね。そうだね、ある意味リサーチ最後なのかなって、うん、いるけどね、あのね、曲多分いくつか出してる佐々木さやかさんとか、うん、脇島カノンさんがあんま売れやんかった、うん、ここつかやけど、うん、もうちょっと売れるかなと思ったけどな、なんかちょっと方向性がちょっと分かりにくかったっていうのがあるだろうな。リサさんとかね、青いネイルさんとか、うん、あの辺だよね、なんか代表を書くみたいな、うん、そうだね、その次が出ないね、やっぱり、まあ、リサッチはガツンといったからね、うん、だって、ホムラの PV は2億再生超えとるやろ、うん、で、プラスファーストテイクの方のやつ、うん、あっちはあっちで確か億とか言っとるやろ、うん、いや、すげえよ、うん、あんなに、いや、絶対来るぞとは思ってたけどさ、すごいよね。ガルデモのライブ波としては、 あ行ったんや、ガルデモ行ってる、1回行ってる。あ、いいな、もう最高さんやぞってね、ドヤ顔できるね、うん、ガルデモの頃のイサさんってもうね、相当レアだよね。レアだけど、去年か10周年ライブ、うん、ああ歌ったらしいね。そう、一番だから、もいいことや、ありがたいだね、うん、あれ名曲だからなし、まあ、リサチは思い出のある曲はいろいろとあるけど、うん、だから最初に聴いたのがあれか、マイソール・ユア・ビーツになるのか、うん、あれ3話のオープニングってドーンと使ったのが最初に出たよね、確か。ああ、そうだね、うん、でリアタイで見とったから、あれは、うん、隣に寄った人が岩沢さんを推しやったから、うん、見る気を完全になくしとったけど、うん、おお、俺の知り合いまた3話が岩沢、あ、違う、3話が岩沢さん回か、ああ、だったかな、だね、3話が岩沢さん回で、うん、4話のオープニングや、うん、で、ユンヤンが出てきて、はい、で、歌い出すって言って、はい、あのインパクトはすごかったもんな。で、4話の中でサウザンとエネミーって、難しいな、あれは本当にインパクトあったもんな。最初名前聞いた時はまたこのパターンかと思ったけどな。どういうこと？ダーマエパターンってあるやん、リアさんから始まって、リアさんが鳥の歌やろ、で次が、ユーフォニアスのリアさんやん、はい、あのクラナの、あ、そういうことね、リアさんやん、でリトルバスがリタさんやん、はい、うん、確かに当時すごい怖がらなかったリトルバスリタさんで来た、リタさん行くんやって。リタさんはもうその前からね、もう名前出とったからね、 PC ゲーム業界では、リタさんやんってなって、で、さあガルデモどうなるんやと思ったら、リサさんやろ、はい、リサチやろ、またこのパターンかって偶然なんだろうね、偶然なんやろうけどね、
あれも矢作かこれ。今のあれ今の中尾？あれそうだね。え営業してねえのこの時間？中尾。あじゃあそこや中尾。うん。うん。うん、だね。矢作町。ここまで来たら大丈夫ですよ。この中尾にはお世話になったな。そこやったからさ、店が駅前や、うん、矢作橋の駅前やったから、夜この時間って言ったら毎年のこことかさ、うん、まあ街角辺にここと多かったけどな、そのまま帰り際豊明の方向かってく途中でって言って、そうすると街角屋が空いとるや、こっち側やし、そうすると帰り、だから逆にこの時間からやと岡崎の市内の方までは行かんかったよな、だいたいトラブっとったのが矢作の店やったし、稲子の店はそんなにトラブってなかったから、うん、さあ岡崎ですよ。いやうちのところも YouTube 伸ばしてかんとな、うん、いよいよ、ね、仕事がね、うん、どうなるか分かんない、やっぱ俺会社暮らしやなの？俺が行くと、うん、行く先々全部ためになるじゃん業界が。ああそうだね、うん、何なんだろうね本当にね、ひどかったので言うと郵便局が、俺郵便局入ったあの年に5000億円の赤字やったからな、あの伝説の5500億円やったっけ、500億がはすぐに思えてくるもんな、うん、あの東芝のね報道で大赤字ですっかりなんか陰に隠れがちやったけど、24倍これこれやな、そうね、その手の話題で言ったらさ、うんうん、やっぱあのゲームショップ、某ゲームショップでしょ。でもあそこがまだ倒産してないってのが、でも一回計画倒産しとんのかな、確か。うん、やけど。いや、この間ね、いやポケモンカードの事件で。ね、あれ、捕まった、あの、お縄かかったのはポケカーの方ではなくて、あっちでかけたらしいけどね、あの、ゲームギア。あ、メガドライブか。メガドライブの偽造品。あれ内容聞いてなるほどなと思ったけど、ロックマンのメガドライブの版を売っとったらしい。ロックマンってメガドライブで正式販売されてないね。うん、そうだね、任天堂しか出してないもんね、それやりすぎやって、あそこいろいろとあるところだから、ね、だったからね、このところ、ここもやってんだ、夜、あ、いや、もう閉まってるか、あ、いや、深夜1時までなんだ、だからギリギリ今ラストオーダーのところなんだね、これで発注来た待っちゃうもんな、あ、調べたらのファンタジアのゲーム屋さんのすぐ近くだね、うん、そうだ、このファンタジアが元ループ岡田になったから、あ、そうだ、そうだ、システムやったもんな、後払いの、あれも、なんていうか早すぎたね、うん、今ならなんかああいうのもね、その電子決済とかでできそうだけど、うん、何回か行ったことあるけど、まあそもそもうちが軽動やらんや、最後にちゃんとやったのマジアカぐらいやで、あ、そっか、うん、ね、